では、2019年度、関西大学英語長文革問を解説したいと思います。私の解説動画は、英単語、英文法の知識に信がない方や、知識はあるんだけれども、英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成してますので、一緒に勉強していきましょう。革問解説始める前に、英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が、英文は読まない考える。2つ目が、作者問題作成者の主張を汲み取る。3つ目が、英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文に取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって、時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 二つ目が作者問題作成者の主張を汲み取る。英文読んでると、ばとか早ばとか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が、説問になりやすいんですよね。なので作者の主張を汲み取ることが、正答率の向上につながります。 3つ目が英文は抽象から具体に進む。第1段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。でそこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういう こういう英文の構造というのを一緒に確認していきましょう。攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていてメインテーマを掴んでいきます。でその後、話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認していきます。なので、まずメインテーマを掴むとで。メインテーマが掴めたら、あとは類推確認、ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって英語条文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの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 、この攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文、ホームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語をここを見て、メインテーマをつかむ、それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。 で、あと、マーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とかの名詞。こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うと、もうすでに分かっている情報とか出てきた話というのは、マーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしているんだということです。では、最初から見ていきましょう。はい。In 2014年。はい。 Investigate Why インベス e s ト、ワイ、チャイニー、シューデン、プラフ So Well ということが書いてあります。まあ、この辺は全体的にも新しい情報、名詞なので、マーキングかなというふうに思います。はい、まあ、イギリスの、まあ、先生70人というのが、上海に派遣されて、そこで、なんで中国人の生徒っていうのは優れているのかっていうのを研究をしましたということを言ってますね。はい。で、次ですね。で、over e the y e t u r n the teacher reported so much of Chinese success can p r o v i d using teaching methods. That's the UK. has the away past been moving away from for the past 40 years ということで、はい。それには、その理由、中国人の制度が優れている理由には、はい。teaching method、いわメソッドがあったみたいですね。じゃあ、そのメソッドって何なんだっていうと、それが、はい。実はイギリスではもう40年前に辞めてしまった方法だというふうに言われてますね。で、ここでじゃあ、メソッドって何なんだっていうのが、まだよくわかりませんね。この 中国人のメソッドって中国のメソッド、ティーチングメソッドって何なのかっていう。はい、ここはやはりポイント3ですね。英文というのは中小から具体に同じ話の繰り返しです。だからまだわかんないですね。ティーチングメソッドが何なのか。だかこれがこの後具体化されてくるはずであると。 いうことですね。はい。これは簡単にステップに話の展開の類推しておきましょうということです。だからこの後、teaching m e t h ね、具体化されるんで、そこをちゃんと単語をピックアップしていきたいということです。はい。そうやって見ていくと、じゃあ、どこに書いてあるかなと探していくと、The Chinese、uh, Forever Chalk and Talk Approach。はい、来ましたね。Chalk and Talk Approach。ここは新しく出てきた情報名詞なので、マーキングですね。 はい。ここに teaching ッドが具体化されてきてますね。でもどうですかわかりますかチョークト and プローチって、まあなんとなく。 わかるような、わからないようなって感じですね。はい。で、次見ていきましょう。さらに具体化されるんでね。で、where's, はい。一方で、はい。ここ対比関係ですね。where's なんで。<S Country s e a r c h a s a UK, US, Australia, and New Zealand have been moving away from this direct form of teaching to a more collaborative form of learning where students take great control ということで、はい。一方で、これ、ま、西洋諸国ですよ。西洋諸国というのは、どういう教育をしているかというと、ここは、 student take greater control. この辺が一番分かりやすいんじゃないですか。つまり、生徒主体の授業です西洋っていうのは西洋、あ、西洋っていうのは生徒主体の授業ってじゃあ、このチョークトークアプローチって何ですかっていうのは、なんとなくイメージつくんじゃないですか。だってこれ対比関係にあるんだから。西洋が生徒主体。その反対だから、つまり、先生主体でしょ。だって授業って先生と生徒でしょ。 生徒主体の反対は先生主体ですよね。つまりチョーク、長官のトークって、まあ、私の時代とかは特にそうでしたけれども、まあ皆さんとちょっと時代、今はよくわかんないですね。日本の教育はどうなってるのかわかんないですけど、大体、黒板に、要はチョークで、まあ、ひたすらね、教科書の内容とか書いていって、それをこう、先生が一方的に生徒に対して喋って、はい、授業終わりですみたいな。こう、先生から一方的にこう、何ていうの、コミュニケーションが行われる授業。 っていうのが、私の時代は多かったんですね。っていうかそ、ほとんどそんな感じでしたね。まあ、総合の時間とかそういうのは違いましたけど、大体、その科目の授業っていうのは、えー、そんな感じでしたね。なので、先生主体でしたね。だから、これが、要は中国スタイルなわけですね。チョークトークアプローチ。ここで分かりましたね。何のことを言ってるのか。ちゃんと対比関係から、ここのね、チョークトークアプローチが何を言ってるのか。ティーチングメソッドって何なのかっていうのか、これをちゃんとね、皆さん考えてください。と。 いういでしょうかね。くれぐれもチョークトークアプローチなんていう単語を暗記しようなんて思わないでくださいよ。これはね、多分次出ないですよ。皆さんの入手本番、多分絶対出ないと思うんで、これ暗記しても意味ないですからね。そうじゃなくて、ちゃんと思考プロセス今のね、はい、対比関係からここを今の意味を類推して持ってくると。このちゃんと思考プロセスを皆さんインプットしてくださいということです。で、まあ、実はね、ここでわかんなくても、まあ、この後に書いてあるんですよ、実はね。 この超感度トークアプローチの内容というのは、やはり抽象から具体ですので書いてあるんですよ。まあ、カンカン通りすぐらいのレベルだったら、ちゃんとね。丁寧に書いてくれてますね。ここら辺が一番分かりやすいんじゃないですか。teacher direct method of learning with a teacher spend more time え、standing at the front of the cross directing running and controlling classroom activity ね。ここにザまさに書いてありますね。今言った内容がね。<laughs> はいなので。 やはり英文というのはポイントさんね、抽象から具体に同じ話の繰り返しなんです。だから長官のトークアプローチで分かんなくても、その後ろを見ていけば、ちゃんと具体化して書いてくれてるんですよ。まあ、総計とかなってくると、ここまでちょっと丁寧に書いてくれてるかは分かんないですよ。だけども、カンカンドリスかマーチぐらいのレベルだったら、まあ丁寧に書いてくれてますね。総計だったら書いてない場合であるので、書いてない場合は、やはり先ほどの思考プロセスですね。ちゃんと対比関係から類推してくると。 こういう動き方が総計になってくると非常に求められますね。ただまあ、カンカンドリスマーチぐらいだとまあ、大体こういうふうにちゃんと丁寧に書いてくれてるわけですよ。後半で。まあ、そんなところね、皆さん知らなかった人はちゃんとインプットしておいてくださいということです。この動き方が大切です。と、はい、いうことです。で、一番の質問があるんですね。Chinese success in international tests such as, 何、ねえー、て言うのこれよくわかんないですけど、まあ、とにかくテストで いい成績を収めてるわけですね、中国人が。はい。で、It seems we have been wrong to abandon the traditional ということで、だから我々の教育、我々っていうのはつまり、このイギリスとか西洋の教育のやり方っていうのは間違ってたわけですよね。The traditional、そう。だから伝統的なそのチョークトークアプローチですね、これ。The traditional、何のことを指してるかいいですね。これ、The そのって言ってるんだから。そのって言ってるってことはもうすでに英語長文本文に出てきているからそのって言うわけですからね。 いいですよね。はい。なので、このザ・トラディッショナル。つまり伝統的な教育方法でこっちですよね。西洋じゃなくてこっちね。チョークトークアプローチ。これっていうのを捨てちゃったのが間違いだろうということを言ってるわけです。だから中国の方が良かったと。中国の方が正しいと今言ってるわけですね。なので、この、あのー、文章ですね。ここ全体は純説ですね。逆説ではないですね。なので、1番。はい。何を入れるかというと、1番は、えー、どれが正解かというと、ゲーブン、D が正解ですね。 はい。これ普通に純粋です。つまり考慮するとですね。まあ中国の生徒が、こう、テストの成績で、ね、優秀な結果を残しているということを考慮すると、この西洋の教育方法っていうのは間違ってたんだね。というふうに文脈でね、繋がると思います。もうこれは文脈でしかないですね。で、次の段落行きましょう。で、ここも同じこと言ってるんで、ほとんどマーキングしてないです。はい。はい はい。何と何かとバーサスしているんですかこれ。もういいですよね。すでに出てきてますよね。何ですか西洋の教育方法と中国の教育方法ですよね。そうですよね。で、今回新しい名詞、一応情報が出てきているので、マーキングしているんですよ。Inquiry t l e a r n i n g って。これってどっちのこと言ってますどっちっていうのは、つまり西中国と西洋どっち ?Inquiry t l e a r n i n g これはダイレクトインストラクションって言ってるんだよこれどっちこれ中国ですよ。ってことはこれが西洋ですよ。ここもちゃんと表現が変わってきてるんでね。言い換えられてきてるんで、ちゃんとこっちが西洋のことを言ってるんだなっていうことはちゃんとピックアップね意識しておいてください。ということです。はい。まあ、あとは言ってることは同じですね。ということです。 で、えー、と2番ありますけれども、これはどっちのことを言っているのかというと、ダイレクティングラーニングですから、まあ、中国の方ですね。あのイ u シ i n リングディスプレイ c ラスルーム2番ですけれども、まあ、これももう文脈でしかないんですけども、まあ、入れてみればいいんじゃないですか。これは B ですね。エンバーラ o n あが正解になってくると。まあえー、教室の環境ですね。規律の取れた教室の環境。それが中国スタイルということですね。はい。 で、この辺でもうステップ1、メインテーマをつかむのは分かったんじゃないでしょうかもう同じ話が繰り返されてますね。同じ話って何ですか第一段落も第二段落も。 中国の教育方法 vs 西洋の教育方法。これがメインテーマですよね。で、作者の主張としては、どっちの方が正しいんですかって言うと、中国の教育方法の方が正しいですよねっていうのが、とりあえず今のところまで、第7区読んだところまではそうなってますね。ちゃんとポイントに作者の主張もつかんでくださいね。これ、説問に繋がってくるんで。説問になりやすいんで、作者の主張っていうのは。はい、ちゃんとつかんでおいてください、ということです。 じゃあ次第3弾のキングきましょう。Beginning in the beginning is right. はい、1960から1970年代というのが、はい、more innovative and experimental って言ったら、はい、イノベーティブ、革新が起こったと言ってますから、どういうことですかね、これは。これもステップに話の展開の類推したいですね。つまり、革新が起こっているんですよ、教育に。どういうことですか、つまり。つまり、もともとは、 中国スタイルだったわけですね。チョークトークアプローチだったのが、イノベーティブになって、どうなっていくんですかおそらく、西洋よりの、つまり、生徒主体の教育方法に変わっていくんじゃないですかつまり、先生主体から生徒主体に変わっていく。こういう話の展開になってくるんじゃないかということが、このイノベーティブで、この単語を見たら、類推してほしいですね。ということです。はい。で、第3なあ第三なる次三番の問題があって、オブティーチング Uh, this included basing learning on、uh, child, uh, children's interest. と来てますよ、ね、生徒の興味。生徒の興味をベースにする。これどっちの教育方法これは生徒主体だから、西洋方式ですよね。いいですかここ皆さん気づいてますか西洋方式に変わってますよ。はい。で、giving them、uh, more control over、uh, what happened in the classroom and getting 4番 of memorizing multiplication tablet. おういうふうに書いてありますね。で、3番から解いていきましょうか。はい、3番何が正解かというと、3番はこれは A ですね。スタイルということです。まあ、教育スタイル。教え方ですね。はい。えー、スタイルというのが、そうですね。変わったわけですよね。具体的に言うと、先生主体から生徒主体に教育のスタイルが変わったって話ですよね。はい。で、4番。はい、この4番っていうのは、ここですね。 このメモライズン、つまり暗記ですよ。暗記中心の授業っていうのは、これどっちですか中国ですか西洋ですかどっちこれって。ここをちゃんと考えられたかどうかがこの4番の正解につながってきますよ。どっちですかこれって。ここをちゃんと考えてくださいってことですね。これは これは中国方式ですよ。中国方式ですよ、これ。だって暗記だもん。だって、生徒主体の授業ってどっちかっていうと暗記じゃないですよね。なんかみんなとこう、コミュニケーション取ったりとか、そういうのがメインじゃないですか、暗記よりも。そうですね、ここは考えてください。っていうことは、これ中国式だから、これは、今、話してたのはさっきの Basing Learning on the Children's Interest。これは西洋なんですよ。つまり、 西洋の教育というのは中国の教育をどうするんですかというと、今、バーサス、対比関係にあるわけだから、取り除かないといけないわけですだからこれ、getting ッド t ブ of ですよ。get レッ t e of 取り除くというふうになるわけですね。はい。こういうふうに解いていく。ただ、まあ、多くの人は多分、get と of を見て、で、この多分4番見て、選択肢見て、あ、これリットじゃんっていうふうに多分選んだ熟語の知識を用いて選んだんだと思うんですけれども、 まあね、これはカンカン同率だからこういうふうな説問になってますよ。だから簡単なんですよ。簡単にしてくれてるんですよ。わざと。わざとね。これを、例えばこのゲットからオブまで空欄にされたら多分解けない人結構いるんじゃないですかね。こういうことを総計とかやってきますよ。カンカン同率マージだと、まあ、ここをね、抜いてくれるんだけど、総形とかだと、ここ全部抜かれるんでね。もうあと私が問題作成者でもここ全部抜きたいですね。 ここ全部抜いた方が当然難しくなるし、やっぱりこのメモアイジングがどっちのことを言ってるのかって考えないと、ここ解けないんで。なんで、まあ、学生のその思考力みたいなのを問いたいときは、やっぱりこの get から of、getting から of、これを取り除くといい説問になりますね。生徒の、生徒というか、あの皆さんの思考力を問えるね、いい問題になるんじゃないかなというふうに思います。はい。っていう感じですね。 で、えー、で、this approach is inquiry t learning. そうですね。え inquiry o learning っていうのが西洋式でしたね。これまた出てきてますねと。で、それが言い換えられてます。discovery learning とも言うんですよと。どんどん英語っていうのはね、言い換えられてくるんですよ。表現が変わるんですよ。ここが難しいところなんですね。英文っていうのは同じ話の繰り返しなんだけれども、だから同じ話を繰り返したか同じような意味の単語も繰り返されるんですよ。だけれども、表現を変えてくるんですよ。こういうふうに。だから難しいんですよ。 そこに皆さん気づかないんですよ。表現が変わっていることに。気づかないから皆さん英語長文泥沼にはまるわけですね。はい。こういうところね、言い換えにちゃんと皆さんね、えー、ちょっと、もうちょっと意識をね、集中させていきましょうということです。で、次行きましょう。で、Based on the recent study of classroom e はい。まあ、調査してますよ。まあ、この辺いいでしょう。で、FAT makes great teaching ということで。はい。結局じゃあ、一番いい教育方法は何だみたいなこと言ってますね。今のところ、これ、答え類推できますね。ファ a t の内容類推できますよね。 何ですか今、だって中国と西洋しか出てきてないんだから、どっちって話ですね。今、だって中国の方がいいよね。先生主体の授業の方がいいよねっていう話になってるわけだから。これは、この答えとしては、今のところは先生主体の授業の方になるんじゃないかなっていうのは類推できますよね。はい。で、次見ていくと、These more recent education techniques lead to underperformance。ほら、ここでステップ3、類推しないが正しいというふうに確認することができますね。だから近年の 教育方法。近年の教育方法っていうのは、つまり、これは西洋式ですよね。西洋式の生徒主体のは、アンダーパフォーマンスしますね。しますよね。と。じゃあ逆に言うと、だから、先生主体の中国方式っていうのは、パフォーマンスがいいわけですよ、ね。グッドパフォーマンスなわけですよ、ね。っていうふうに、これ、考えることができます。 はい。ルイしたのが正しいというふうに確認できました。で、まあ、この辺はもう同じ話の繰り返しです。だから、not productive って、はい、言ってますね。生産性が低い。アンダーパフォーマンスは同じ話の繰り返しですね。もう同じ話の繰り返しなんで、マーキングはしません。で、ユーザージャーズムフローディスカバリー・ランニング。はい。ディスカバリー・ランニング実際ね。さっき出てきてましたね。これ、西洋式ですね。西洋式っていうのが、is not 5番 by research evidence ということで、はい。えー、どういうのが入ってくるかというと、5番は、これは、 サポートかなえっ、ー、と、B が正解ですサポーティトイということで、そうですね。えー、証拠から見ても、エビデンスから見ても、このディスカバリー・ランニングというのは、よくないわけですよね。アンダーパフォーマンスしてるわけですから。ということが入ってきますね。はい。で、次行きましょう。で、スペシャルに、During the Early Primary School Years in Areas Like English Arithmetic ということで、まあ、算数とか英語とか、そういう、まあ、初等教育においては、特に、はい。 Uh, teacher need to be express、uh, about what they teach and make better use of world class teaching. これどっちの教え方ですかこれはこれは先生主体、中国式ですね。だってクラス全体って言ってるんだから。クラス全体を指導していく。生徒主体じゃないです。クラス全体。ですから、これ先生主体ですね。はい。だから特にこういうね、初等教育とかは、その先生主体の授業やった方がいいっていうふうに言ってますね。はい。 だからもう基本的に、あのー、作者の主張としては変わってないですね。先生主体の授業が OK。生、ね、徒、えー、主体の授業はあんまり良くない、ね。これがもう作者の主張ですね。ずっと同じ話が繰り返されてるだけです。はい。で、次、ジョン、ジョンさんが出てきましたね。で、このジョンさんっていうのも何を言ってるかというと、この辺からコメントが出てきてますね。Initial instruction when dealing with new information should be explicit and d i r e c t と、はい、いうことで、まあ、おそらくダイレクトって来てるんで。 これも先生主体のね、教育の方がいいでっていうふうに多分言ってるんでしょうね。はい。で、6番があって、m a n ー in a u s t r a l ケーションベロ a ベチ o n b u オ e a u habitually a アアクティブと。はい。オーストラリアは、あのね、西洋方式ですから、この人たちは要は生徒が活動、自分がつまりアクティブって言ってるから、生徒主体じゃないと、生徒っていうのは学ばないんだっていうふうに考えてるけど、これはおそらく正しいの間違いどっち作者の主張、作者の視点から考えると、 間違いですよね。間違いになるはずですよね。これは類推できますよね。ステップに話の展開の類推ですよ。はい。いいですか。で、6番どれが入るかというと、えー、6番。ここ6番の前後ってちなみにどうですか純説逆説で言うと、これは逆説ですね。はい。6番の前っていうのがこれ、先生主体。6番の後っていうのが、これオーストラリアン出てきてますから、生徒主体。教育のメソッドが逆説。対比になってますから。 はい六番どれが正解かというと六番はえーとこれは B ですねなので逆説なので However 正解になってくるということですはいでえーとその次です、ね、で結果として、えー、Teacher told it wrong to say Children at the desk and ask だがね座ってる授業はダメだみたいなことを言ってるんだけれども、えー、Nevertheless e v i d e n c e proves otherwise はいえー エビデンスは otherwise だということで、これでステップ3類推した内容が正しいというふうに確認できましたね。だから、エビデンスはそうじゃないって言ってますね。だからそうじゃないって、つまりアクティブじゃないと学ばないっていうのは嘘だってことですよね。otherwise って言ってる。つまり、要は座ってても、ね、先生の話を聞いてても、 生徒っていうのは学ぶことができるということですね。まあ、それが書いてありますね。ここに。running can occur whether they are active or passive.、ね、受動的だろうと活動的だろうと、どっちでも学ぶことができますよね。only ではないですよ。ということがここ書かれてますね。はい。で、次の段落行きましょう。all that often、uh, criticize as making a children's p a l e t t ということで、またね、新しい名詞が出てきてますので、一応バンキングしておきましょう。 The research says that memorization is an important classroom strategy ということ。このメモライゼーションというのはこれ中国式ですね。先生主体の授業ですね。というのがはい、重要だよと。まあ、もう同じ話の繰り返しですよね、この辺ね。で、まあ、いいんじゃないかなと思います。この辺も同じ話の多分繰り返しなんでマーキングしてね。そうですねリ、リーディングとかね。要は、再読。何度も何度もね。教科書。何度も何度も読んだ経験とか皆さんあるでしょうで。そういうのが意外と重要なんだよってことですよね。はい。 もうこれもだからメモライズングの具体化ですよね。はい。という感じです。まあ、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、同じ話の繰り返しですね。で、should be memorized to 7番。they can be recalled automatically. はい。だから、自動的に思い出せるようになる。これまでですね。7番は。えー、なので、どれが正解かというと、A、until が正解ですね。until が正解になってきます。 だからね、もう、なんてうの、教科書の内容とかもスラ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 出てくる、例えば数学とかであれば、数式とかもスラスラすら出てくるような、そういうふうになるまで暗記したりとか、物理のね、なんか、やつとか、公式とか、スラスラ出てくるまで暗記したりとか、経験あるでしょう、そういうふうなことをするべきだみたいなことを言ってますね。 はい。次行きましょう。t one of the e d u c a t i o n f o r t h a t is popular across Australia. ま、ここか。はい。reclass,、えー、English s p e a k i n はい。これはだから西洋ですね。オーストラリアの。西洋の今、教育方法。西洋の方が出てきてますね。ということはちゃんと確認してくださいね。で、invalidate a concept that all children have different kind of intelligence and their own unique learning style. ということで、これは新しい情報ですから、マーキングした方がいいですね。つまり、西洋の教育方法の考え方としては、西洋とここに 個々の、要は、特徴とか、得意なこととか、やり方とか、勉強方法とか、あるんで、それに合わせていきましょうなんていうのは、これ、西洋のやり方なんですね。この勉強方法、このスタイルっていうのは、コンセプトっていうのは、正しいですか間違ってますか作者の主張から、視点から見てね。どっちですか当然当然、これ考えたらわかりますよね。これ、ステップに話の合前回の類推ですよ。西洋なんだから、間違っていそうですよね。 もうずーっとこれです。これの話の繰り返しですからね。いいですかはい。で、thus, for example, はい。具体化してきてますね。で、some children will run.8 番 by looking at pictures.some by being physical active. これ具体化ね。もう、for example って言ってくれてる通り。このね、マーキングした内容を具体化してきてるだけですね。はい。だからまあ、生徒、子供、一人一人によって特徴が違いますよ。ということを言ってるわけですから、8番どれが正解かというと、8番は、これは C ですね。 えと、ベスト。はい。それぞれにとって、ランベストが違うわけですね。ピクチャーもあれば、フィジカルアクティビティもあれば、体を動かした方がいい子もいるしで、リーディング、おとなしく椅子に座って、リーディングしてた、してる、この方、してる方がいい子もいるし、まあいろいろなわけですね。じそれに合わせていこうというのが西洋の考え方で。でもこの考え方っていうのはおそらく間違えてるよねっていうのが作者の主張になるはずだと。ここまで類推できているわけですね。はい、いいでしょうか。 で e です。t h e UK report concludes that a teaching and learning strategy based on this idea is inappropriate. ほら来たじゃないですか。ここは私マイナス。なので青でマーキングしています。適切でないって言ってますね。This idea はいいですよね。当然ね。この考えってい何のことを指しているのか。西洋の考え方、これですよね。今ね。言ってることは。はい。これ正しくない。これやっぱりなところですよ。もうあとね。ほとんど。 この段落の内容はもう分かったも同然ですよね。だから、類推しておくと、速読になるんですよ。だって、ここのマーキングした、ここ二つだけ見れば、もう大体この段落の内容全部分かっちゃうわけですからね。だから、類推っていうのは速読につながるんで重要ですよ、ということです。はい。で、次、the physical evidence is c l e a that there are no だらここら辺も呼び流せレベルでいいでしょいいですよ。だって、コロもついてるしね、もう同じ話の繰り返しなんだなと、具体化なんだなというのは分かりますしね。 はい、えー、ということですね。で、in state ね、in s t a 代わりにって見た瞬間に、この後の話の展開も類推しなきゃダメですよ。代わりにって、何の、何が何の代わりにどうされるんですかまず何の代わりですか今はだから、変わられるものは多分西洋でしょ。西洋のこの考え方良くないんだから。つまり、西洋の考え方の代わりに、こういうやり方、生徒一人一人に合わせるという教育方法の代わりに、中国スタイルですよね。 つまりさっきのワールドクラスティーチングが出てきてましたけれども、もう一まとめ、生徒一まとめに同じ教え方で教えると。一人一人じゃなくて、もう全員同じ教え方で教えると。こういうふうなやり方にしましょうよ。というふうになるはずじゃないですか。だって今西洋だね中国いいなんだかはい。で、そうやって類似すれば簡単ですよ。この9番も10番 Instead of taking time, and resource s to cuban, fat is being taught to the,、uh, suppose individual, ね、個人個人のランニングさえに合わせるんではなくて、 形成様式ではなくてってこれなってますね。ここももうステップ3。ルイス・シいタイが正しいというふうに確認できますね。9番どれが正解かというと、9番は、えー、これ、アドジャストかな合わせるですよね。そうですよね。はい。だからここの、あのー、ラーニングスタイルね。インディビジュアルラーニングスタイルに合わせるんじゃなくて、It is more effective to employ more express teaching strategy and to 10番、Additional time monitoring and investigation w h e necessary. ということで、十番何が入ってくるかというと、10番は それは、スペンドかな ?B ですね。はい。スペンドですね。えー、もっと、そんな一人一人に合わせているような時間があるならば、その時間をもっとモニターしたりとか、えー、インタビューをするね、えー、そういう時間に費やしましょう、使いましょうよ、ということを言ってますね。はい。で、次です。で、1、えー、of the preparing education principle from many years has been that students must be continually praised ということで、まあ、ずっと称賛されつ生徒というのは生賛され続けてきたみたいなことを言ってますね。 で4 out of 10, つまり 10, 10, 点10点っていうか10評価か十評価のうち4みたいな、はい、いいですねみたいな、はいねえーまあ、皆さんも成績表みたいなあるでしょう、まあ、そういうことですよね。 はい、で、suppose they telling children t h e y are not good enough hurts their self-esteem ということで、まあ、あんまりね、なんかこう、評価しすぎちゃうてもよくないよね、みたいな話してますね。で、ネバレスハイにも書かれている UK report says that while p r a i s i n g students might appear o f f e n d and p e r i e i v e the wrong kind of praise can be very jujish m 1 n to learning というふうに言ってますね。はい。まあ、long kind of praise って来てるんで、まあ、11番何が入るかっていうのはまあ、まあ、プラスマイナスで言うと、 ま、当然マイナスなんでしょうねっていうのはわかると思うんですけども。ま、ここでね、分かんなかったとしても、あの、英文っていうのはね、やはりポイント3。抽象から具体に同じ話の繰り返しですから。この後同じ内容書いてくるんですよ。ね。braiding shouldn't too much, especially those who underperform is particularly unwise ということで、ま。あ こう、アンダーパフォームしてるようなね。まあ、成績の良くない生徒を無理に、こう、賞賛する。よく頑張ってね、みたいな。テストよく受けに来たね、みたいな。成績点数は悪かったけれども、テスト受けに来て偉いよ、みたいな。そういうことをやるのは良くない。アンワイズだって言ってますね。はい、つまり、long kind of praise っていうのは、このことを言ってるわけですよね。つまり、成績が良くない。ね、なんか褒めすぎちゃう。これっていうのは、学習、ランニングにおいて、当然11番、マイナスの内容は、これは、 えっと、ハーフルですね。十0ですよね。十一番は、まあ、D ですね。そうですねハーフル。害になるわけですよね。ということです。はい、いいでしょうか。で、そんな感じかな。で、ディーチ・カンベイザー・メッセージ・ザー・ティーチャー・ハーブ12番、えー、ということで、まあこれも順説になってますから、十二番ももう散々。 ここマイナスだったんだから12番もおそらくマイナスの内容にしなきゃいけないですね。はい、そうすると12番どうやってマイナスの内容にするかって言ったらもう一つしかなさそうじゃないですか、マイナスになるっぽいのは A ですよ、ラオですよね。つまり期待度が低いっていうふうに捉えられちゃうんですよ、生徒に。点数が低いのに褒められちゃうと、じゃあなんだ、自分に対、なんかこのぐらいの点数でも褒めてくるっていうことは、なんか自分に対してあんまり先生から期待されてないのかな、みたいな。 20点とか30点とかで褒められちゃうと、なんだ、なんかもう50 80点とか90点取れみたいな、そういう期待感はされてないんだな、みたいな、期待されてないんだな、みたいな。そういうふうに感じちゃうわけですね。はい、だかは良くないですよ、ということを言っています。で、次の段落いきましょう。で、to argue that some teaching and l e a r n i n g strategies are effective does not mean that there is only one correct way、right、to teach and l e a r n ということではい。 かと言って、ここも新しい情報なんでマーキングですよ。かと言って、今までずっと西洋方式、生徒主体っていうのが良くないねっていう話してきたんですよ。作者の主張としてもそうでしたよね。だけれども、だからといって、じゃあ完全に西洋のそのやり方、生徒主体の授業が良くないかというと、そうでもないって言ってますね。ここでね、there is only one correct way to teach and r n ということで。 何か一つ絶対的に正しい教育方法があるわけでもないよと。で、teaching is a complex business,、ね、複雑なんだと。だから teacher っては need a barrier strategy. いろんな戦略を持たなきゃいけないよと。だいろんな教え方とか、ね、いろんなこう引き出しを持たなきゃいけないよと。いうことをこれ言ってますね。ここが新しい情報なのでマーキングしておきましょう。で、in the early years of primary school, children need to memorize things like multiple tables and reference.13 番。they can be recorded easily and automatically. ということで、これは、 あれですね。中国式ですね。はい。えー、先生主体ですね。先生主体のとこですね。13番、どれが正解かというと、13番は、これは、そうざっとですね。C ですね。これは出てきてましたよね。もうすでにね。だから、えっ、ー、と、こうね、record easily and a u t o m a t i c もう自動的に、さっきもね、説問アンティールのところになってたと思いますけれども、自動的に、もう、なんていうのと記憶が出てくるようにね。えー、スラ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 出てくるようになるまで、 あの、暗記してね、みたいな、ことですよね。それから、education is also about curious and innovation and こっち西洋です。also ってきてるんでね。はい。There will be other times when memorization will be 14番 For example, when students explore t o p i c まあこれら辺でもね、ここは西洋式ですね生徒主体っていうことはわかりますね。っていうことは、この14番です。memorization っていうのは、これはどっちですか先生主体、生徒主体、どっち 先生主体ですよね。これ中国方式ですからね。今でも生徒主体、西洋方式の話してるんだから、ここは14番はメモライゼーションを打ち消さないといけないですね。なのでどれが正解かというと、14番は、えー、っと、14番 D ですね。A、が正解ですね。アンスルタブルが正解です。はい。記憶暗記っていうのは適切ではないですね。西洋式の勉強においては。 ということですね。はい。もうずっとこの、ね、中国西洋、西先西集対西都市としてもうこれのずっと対比関係ですよ。これがもうメインテーマでずっとその話してますからね。はい。もうこの逆に対比関係さえ見抜ければ、もう大体ほぼ正解できたのも同然なんじゃないか。ほとんどそうですよね。っていうことに皆さん気づいてますか という感じです。はい。で、次ですね。で、最後です。depending on what is being taught, what has gone before, what is yet to come, whether students are very, 15番 in particular area of learning or a beginner. ということで。まあ、これはもう15番。この or に着目できたかですね。まあ、and とか or とかね。こういうのは、この設問の近くに出てきたときは、注目した方がいいですね。結構そこがヒントになっていることが多いです。というか、回答の根拠になっていることが多いです。今回もそうですね。beginner が出てきているんで、 ここは15番は、まあ、内容を含むところっていうのはビギナーと対比関係にあるのは、まあ、スペシャリストとか、まあ、ていうのそ,このその道に精通した人とかそういう意味にしないといけないですね。なので15番はどれが正解かというと15番はまあ精通した人っていう意味になるのは、まあ、これ B ぐらいしかないんじゃないですかっていう感じですね。とということです はい、これも熟語ではあるんですけどね。be experienced, experienced in に熟達してる。でもそんな熟語を、ね、知らなくてもいいですよね。オファーから今みたいにここが成熟した人だっていうふうにね、えー、いうふうに分かれば、だって選択肢した見たらもうこれしか選びようがないですよねっていう感じになるかなと思います。はいあとは内容1、B やっていきましょう。1番からです。えー、ここはねそんな難しくないですよ。 1>, 1番どれが正解かというと B ですね。Chinese girls were using old-fashioned method of teaching. そうですね。だから40年前の方法を使ってたわけですね。先生が一方的に話すという手法です。B が正解。それから2番、どれが正解かというと2番は A ですね。えー、the effectiveness of traditional versus modern style of education. そうですね。中国 VS 西洋でしたね。はい、3番、えーと、3番は C ですね。Uh, teaching in the UK was more effective than today ということですね。 はい、えー。そうですね。Teaching t 有益 youth was more effective t そうですね。だから、昔の教育方法の方が良かったんですよね。トラディショナルの方が良かったんですよ。昔のチョーク握って先生が一方的に喋る。そういう授業の方が、現在の授業よりもエフェクティブでしたよね。はい、それから四番。四、えー、番も、どれが正解かというと4、四番 A かな。Not use the inquiry learning method というか、inquiry learning っていうのは、これはどっちでした 中国西洋。西洋でしたね。はい。これ思い出してください。西洋の方っていうのを使うべきではないそうですね。だから作者の主張もそうですけれども、中国の方がいいんですよね。それから5番。えー、5番も A ですね。is a waste of teachers' time and effort ということで、はい。えー、これはですね。アダプティングティーチング。そうですね。これはアダプティックティーチングっていうのはちょっと表現が言い換えられているかもしれないですけれども、 出たのはどこかというとここですよね。All children have different kind of intelligence and their own unique learning style. ということで、生徒一人一人の個性に合わせていく教育みたいな。これっていうのは、西洋方式ですから、ダメだよねという意味ですね。マイナスでしたから、A が正解です。それから6番。はい、6番は C ですね。Try to avoid making students feel disappointed about their performance ということです。はい。 えー、そしてトゥレイ、今日においてはそうですね、何、えー、て言うんですか、その褒めちゃうわけですよね。生徒の点数とか、アンダーパフォームであんまり良くなくても、傷つけないように、まあ、よく頑張ったじゃんみたいな、よくテスト受けたじゃんみたいな、なんか、そんな感じになっちゃうと、それは良くないってことを言ってましたよね。はい。えー、それから7番ですけれども、 えー、7番は、最後作者の主張か。作者の主張はこれ B ですね。No single method of teaching is best for every situation ということで、はい。何が正しい。これが絶対、この教育方法が絶対正しいというものはないですよっていうのが、最後の段落で書かれてましたよね。これ作者の主張ですね、まさに。はい、ここちゃんと作者の主張。 ポイントにこれが説問になってきますよということです。いいでしょうか。もう大体この B の説問っていうのも、もうメインテーマあるいは作者の主張でほとんど解けるんじゃないでしょうか。という感じですね。なので、本当に作者の主張とメインテーマ、これを掴むっていうことが、いかに大切かっていうのが、今回は如実に出たような英語長文だったんじゃないかなというふうに思います。もうこの二つですね、作者の主張とメインテーマ。この二つさえちゃんと掴めていれば、合格点はもう U に超えると思います。 はい。まあ、そんなところが今回ね、えー、体験できるいい英語長文だったかというふうに思います。以上になります。お疲れ様でした。もう一度赤本手に入れて、まさな去問自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは対応思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるようにもう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても再生理想